ょっと前景撮っておきます。これ北側です。北からずっと西に今降ってます。こんな感じ、ガラッと変わるよ。ここも今東じゃなくて西方面、名古屋方面、こんな感じ。ここはちょうど商業施設ができると言われているところですね。ガラリと変わります。これ対比動画楽しいよね。強いて言うなれば、私がここに森がある頃に来たことがない、撮ってない、それが残念です。どんな風だったか、とにかく竹やぶがすごかったぐらいの印象しかない。こんな風ですね。これバイパス方面、赤池の駅はねちょうどこの正面ぐらいですね。あそこに緑のね三井住友かなんかの看板が見えて、銀行のちょうどこの真正面ぐらいで、この真正面ぐらいがプライムツリーかな、赤池の。そんな感じですね。あ、この先がね和合のね性能運輸ニトリの方ですね。この真正面あたりがね、この真正面あたりがね東芝タンガロイかな、あれ今東芝タンゴリなんて言わんか、東芝じゃないかの方面ですね。でこっちは日進市、黒笹方面かな、強いて言うと。でこっち香山方面、車来た。意外と車抜けるね、こうやっぱ名古屋抜ける人は使うんだろうね。この道自体がやっぱりずっと行くと混んでるんですよ。こっち側がね、平場に抜ける道が混んでるから、まあだから皆さん裏道使うんでしょうね、こうやってね、という感じで。ちょっと来た道を戻ります。まだ雨は降ってこんか、ギリ大丈夫だ。本当ね、雪でもこう積もったらいいスキー場になりそうな感じはしますけど、まあ、そんなに雪の降るとこじゃないんで。もうロードローラーとかね最近見ないですよね。もうどこもかしこも工事が終わっちゃってるからね。一時は地下鉄通す頃なんてのはあちこちで道路工事が行われていて、道路がね鉄板はまっとったりなんていうのは多々ありましたけど、もうねもう地下鉄これ以上できることもないし、名古屋市内中心部での工事がされてるっていうところも見かけないからね。左手造成中です。この擁壁も厚みがすごいね、こうやって見るとパッと見、うちのこれかぶりっていうんですか、かなりありますね、断面見るとね。まあ、改めてここは名古屋市の栄です。目の前が造成中の場所です。日進市側です。知恵無無理層の間を抜けております。寒いです。左側が東名古屋病院、左はなんか廃墟みたいになっとる、なっとるのかな。でもこれ今右手保育園できてますけど、保育園があるってことはまあ若い世帯がいるっていうことですよね。結構綺麗な保育園ということは、まあ子供がいるってのはいいことですね。ここから上りになっております。左手はね東名古屋病院の敷地だと思いますけど、森がすごいね。右手は戸建ての住宅が多い場所ですね。右手何があったんだろうね、さら地になってます。結構広い。何があったんだろう、住宅か、ちょっと分からんね。さあ東名古屋病院北交差点、Vトラックが見えてまいりました。じゃあこの先梅森坂西を抜けていきましょう。ちょうど牧野川池緑地の南側です。お、昭和レトロ名闘争、そんなめちゃくちゃ古くないけどいい感じだ、昭和ですね。お、レグナムじゃん、珍しいな。梅森坂西2丁目坂と継ぐとこですから、当然坂道が多いです。古くからの住宅街でもありますよね。雲来た。お、なんかね洒落たお家が多いですね。戸建て住宅ばっかりですけど洒落たお家が多いね。まあ建て替え進んでるってことですよね。非常に緑が多いです。やはり牧野川池緑地の南側、まあゴルフ場のすぐそばですね。でもねこれ奥まで行くとどうなっとんだろう。奥まで行くとどうなっとらせる。紅葉が綺麗だ。めっちゃ急坂ですけど、めっちゃ急坂ですけどゴルフ場ぶつかった。すぐそこゴルフ場です。入れません、鍵がかかってます。なんかねウッディな感じの山小屋風のお家があったり、なかなかいい感じです。あんまり自転車では走りたくないないわゆる愛知カンツリークラブでしたっけ、その南側ですね。この先行き止まりと書いてありましたが本当にそうでしょうか、確認しに行きましょう。確認しに行かんでもいいよ、そんなわざわざと言われそうですが。おお、行き止まりでした。モロゴルフ場、ここのモミジが綺麗だね。ちょっと人のうちのお庭生えてるモミジですけど綺麗です。ここの奥のモミジはゴルフ場のモミジか、でも綺麗だね。うわすごいよ、あのひっつき虫じゃないけどね、あの服にめちゃめちゃ種がくっつく草がめちゃくちゃ生えてる、この奥。うわこれもすごいわ、いやー恐ろしい。ほぼゴルフ場に沿って今南方面でしょうか、走行しております。物好きだよねこんな端っこの端っこに来て一体私はどこ走ってるんでしょうかという感じですけど、まあこういうことやれるのも自転車の強み、
なのでいろんなところを巡っていきたいと思います。こちらが道があるのかな。とりあえずできる限りゴルフ場の端っこに沿って走っております。目盛坂西第2公園、新しい感じの家が多いですね。ちょうどいい塩梅にゴルフ場に沿って今走っております。新しいお宅が多いです。でもね、そこのねアパートマンション結構レトロだ。お、結構レトロじゃんこれ。結構ね昭和の息吹が感じられる。変わった作りだな。ここは何でしょうね。名古屋市内ですけど何層ですかね。色がねなんか緑だよね。何層、ここ何層、変わってるね、なんか色が。何層ですかね、ちょっとよくわからんな。松木の池風致地区、これがいいね。このモニュメントは土星にロケット、あーなんか夢があっていいね。今の日本にはない光景だ、この夢のある光景というのは。ここ何でしょう、すっ解剖したるよあれ。車庫上に、あそうか、すごいね傾斜地ですけど、ここ車庫だけあってね、上に家が建ってないんだ。何これと思ったけどね。そうなんです、ここね車庫だけあってね、上に家がない状態だよこれ。こんな風ですごいね、すっ解剖がしてる。でも土地分譲中って書いてあるよ一応。すっ解剖してあるけどね、押してこうへんから落ちてきそうだね、なんか上から。すごい傾斜地です。幸いマウンテンバイク系のギア仕様なので、めちゃめちゃ軽いギアがついてるんで、地味に坂道は登って、座って登ってます。でもローギアにするとかなり軽いので意外と登れちゃいます。でもね坂きつい、疲れた。こんな坂でもね上がるの偉いわこりゃ。疲れた。ここに変電所あります。あ疲れた、下って飛んだ。またさっきからあの子供何回も遭遇しとるな。すごい坂道ばっかりでした。地味にね歯入ってる。息遣いが荒くなる、イコール喉が渇く。空気めっちゃ乾燥してるからすごい乾きます。生産緑地でまだあるんだね。あちこち生産緑地なくなっちゃったから、どんどん緑がなくなっとる感じがする。さらにゴルフ場の際を走っております。公園猫出た、公園猫に出ました。最後の最後までえらい上り坂でした。大変だ、疲れた。はい、無事ゴルフ場南側の公園に着きました。子供は誰もいません。ここから焼山方面に降りていきます。牧野外記録地南口道へを抜けました。右手ゴルフ場が見えます。このゴルフ場ね、なんか公園でも使ったらいいよね。この先ゴルフ場ってどうなるんでしょう。だんだんやる人も減ってくるし、そもそも人口減ってくるから今の数いらなくなるよね。なんか公園とか何かに使えたらいいけど。